こんにちは。今日は記者の会見を予定しておりましたが、北朝鮮の近所の死去に伴い、みんなどこか行ってしまったと、忙しいでとても来れない、もしかしたら明日か明後日どこかで会おうということで、というふうに電話いただいておりますが、しかし、嬉しいことは、NHK の林さんが筆頭でずっとここに来てくださってありがとうございます。そして、是公共電視的洪小姐、对不起。原住民の、電視、テレビジョンの方が来てくださって、あと、雑誌を編集して、名刺をもらったけど、ちょっと忘れてたけど、はい、萩原さんね。本当にありがとうございました。短い時間になると思いますけど、皆さんから台湾民政府あるいは台湾の将来についての質問がいただければ、できる限り答えさせていただきたいと思います。で、私たちは今日は英語、日本語、台湾語、時には北京語のを持って返事させていただきます。では今からその記者会見を始めたいと思います。どうかよろしくお願いします。早速よろしいですか。どうぞ。まず我々日本人にとってはですね、台湾民政府というのは非常に馴染みのない名前なんですが、そもそも非常に基本的な質問で大変恐縮なんですけども、台湾民政府というのはどういう組織でやって、いつ設立されて、どのくらいの会員がいて、どういう活動をしているのか、その基本的なところからまずご説明願いたいと思います。台湾民政府というのは正式には2005年、6年からそういう理論ができて、で、アメリカの裁判所に対し、台湾の国の主権はあるか、国家であるかどうか、そして台湾人が主権があるかどうかに対して私たちはアメリカ政府にただしました。で、それが2007年、8年、9年という3年続いて、地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁判所を通して得られたことは、最終的には裁判所としては最終結論はできないと。ただペンティングでもう一つ処理しなきゃ、政治問題ですから、政治がどういう判断をするかによって、私たちは最終的裁判を下すと。で、そこで結局最高裁に、地方裁判所は台湾は国家ではないと、台湾人は主権を持たないという結論も下しました。無国籍だ、国家ではないから、もう無国籍という言い方もあります。台湾というのは主権がないというような国籍もないということ。そして高等裁判所において台湾人というのは戦後、時は64年間国籍のないまま政治連合の中に生活して、本当に大変な国民である。だからその地位に対し、そして台湾の将来に対して何らかの決断をしなきゃいけないと。それに対してもやはりアメリカの国務省の弁護士によって、私たちはこれは政治問題だと。そこで最高裁の判事、高等裁判所の判事が、この問題は政治に関わっているけど、皆さんが訴えたいならば最高裁に訴えてください。それで私たちは2009年最高裁に訴えました。最高裁も地方裁判所と高等裁判所の判断同じ、台湾は国家ではない、台湾人は主権を持たない、台湾国籍はない、台湾人は政治的な隣国にあるという、本当にかわいそうな台湾人であると。で、この件について、じゃあディフェンス側のアメリカの国務省の弁護士はどう回答するかというと、アメリカの弁護士は、私たちは何も弁護しないと、いわゆる弁護の権利を放棄します。そして
最高裁判所の判事が、じゃああなたたちは台湾の原告側 の、 あの言い分はそれで受けますかって、はい、そうですというあの返事でした。で、最終的に最高裁は、しかしこれは確かに政治の問題、台湾問題は台湾関係を挟んでて、サンフランシスコ平和条約を守りながら、日本が守ると、アメリカが守ると言いながら台湾関係法ありますから、で、この台湾関係法を作ったのはアメリカの議会だから、憲法の中にある台湾関係法ですから、最高裁として、まあ、今度議会に対して国会に対して私たちの意見をあの要求すると、はっきりしてください。で、それが2009年の後半になって、あのこの裁判がこれで終わったんですけど、結論は出てないで終わったんですけど、2009年からアメリカの国務省と国家安全局と CIA と 国防省が私たちに接触してきて、でそこで2008年の2月2日台湾民政府を成立させました。で、これはあのアメリカ占領下における沖縄があの日本に返還という同じように、あの沖縄民政府を、まあ、立ち上がって、後にアメリカ軍政府があの民政府にすべきの権限を渡して、それから沖縄 の、 あの国民の選挙によって日本に入ったということ、今後台湾民政府もその方法で行っていくと思います。で、2つの問題というのは、台湾民政府は確かに2006年から台湾もぼつぼつと出てきて、2008年9年からいろんな活動をしてますけど、台湾のメディアは全て否定して全然報道しない。だから私たちはネットの上におけるその情報の伝達の手段しか得られてない。これが事実です。だからあんまり知らない。で、台湾民政府は昨年から活動の目的として台湾人民に対する研修会を、 つまり台湾民政府の建国の精神とアメリカの建国の精神を勉強しながら、いろんな制度について勉強し、今が第23期ですか、23期まで行って、今のところ訓練されたのは1,500-1,600人かな。で、台湾民政府の中に実際にあの一緒に活動しているのは約3000人弱で、サポートをしているのは、まあ、なかなか統計できませんけど、だん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 広げて、台湾の有名人もだんだん参加したのは現状です。で、今台湾があの5つの州にを作って、参議院もできまして、内閣参議院が完成させ、そして台湾に6州に分けて、つまり台北州、台中州、台南州、高雄州、花蓮、宜南、台東州、それで原住民州で6州で、6州の 州長がありまして、そこからいろんなあの政治 の、 あの組織図に今作っております。であれですか、あのそういう活動の上で具体的なだったら、今の台湾政治にですね、今あの入っていこうと、つまりあの議員を立てるとかですね、はい、そういう政治活動は考えていらっしゃらないんですか。全く考えておりません。というのは、私たちは例えばあのかつての李登輝先生は中華民国の体制の中に相当でなりました。陳水扁さんも中華民国の体制、そして今度の蔡英文さんの選挙も中華民国の憲法の中の体制で動くですから、私たちは基本的に台湾、中華民国は台湾は占領して、そして占領地で国を亡命政府として国を立つことはできない。だから私たちは中華民国は正当の政府じゃなくて、あくまで今の法律に従って台湾は日本の所属であって、アメリカは占領下にあると解釈して、全ての選挙をボイコットしている
で今回靖国神社にこれだけ の大人数でですね参拝されたというのはどういう意図かな。そこにも書いております。一つは私たち今まで法律にしてかって日本の貴族っていうのはどうなってるかと、サンフランシスコの講和条約の中に第2の B には日本が renounce all rights title claim、 要するに単数で歌ってるのね。これ全部じゃないの、わざわざこう一つ一つっていうのは、日本は台湾の主権、権利、そして、義務、まあそのあと主権義務、権利、主張はできない、要するに管理ができないという中に、じゃあ台湾はどうするか、結局は台湾は誰に所属するか放棄したけど、所属先がないままで台湾は未定の状態がその法律の中にある。そして第13条の23条の B の中に、この日本台湾のその処理にあたって主要選挙国はアメリカだ。で台湾が中華民国軍が入ったのはアメリカ、マッカーサーの来日後の命令によって代理接収したにもかかわらず、そこに居座って、でさらに亡命政府としても台湾に一つの中華民国を作った。だからならば台湾の所属はどこかって、どこの国でもなければもともとの国の日本に所属しているはずと、法律的に。それは私たちの考え方、国際法から見ても、戦争法から見ても、万国公民法においても、あるいは国際自然法においても、全て日本はまた天皇の中に、というのは1945年4月1日裕仁天皇が台湾を日本の国土に編入した、そして台湾人が参政権も与えたということは完全の日本国民である。そしてそれが衆議院改正法、いわゆる法律34号も今その法律も続いております。廃棄されていない限りは台湾はやはり日本の所属で日本の公民権を得ることができるというような主張であります。話は少し戻りますけれども、はい、先ほどアメリカの最高裁がですね、その判断は避けたけども、それは議会に対して判断を示すようにという、うん、促してる。で具体的に議会から何らかのそういう動きがあるんですか。議会は動いておりませんけど、国務省、だから今言ったね、安全保障局か、安全なんだよ、安全、まあ、国家安全局、国家安全局、そして CIA と国防省、ディフェンス、デパートナント・ディフェンス、彼らが私たちに台湾民政府を押しながら作ってくださいと。そして最近、実はもらいますが、台湾人民に対してアメリカが出した台湾人のアイデンティティカードを作りました、できました。アメリカ政府が出した、はい、というのは私たちはアメリカ軍政府の統治下にある、だから軍政府が私たちに台湾人の身分証明書を作ってくれました。それ今お持ちですか。持ってるかな。これ AIT、 要するに AIT からもらいました。IT カード、さくら USMG、 台湾に USMG、 後ろ側に USMG のナンバー、本当だ、1枚ずつ1枚ずつ番号があります。 IC カード、 IC チップが入ってます。これはつまり例えば パスポートがあるみたいですね。そうです、そうです、その通りです。ただこれね、世界的に行かないからアメリカに使えるんですか。アメリカ使えよ今、はい、で今ね、要するに最初の印刷で今1000枚が来ました。1000人で、次来月まだ1000人ずつで増えていきます。台湾の台湾 中華民国の ID ナンバー、これUSMG の ID ナンバー、はいはいはい、
等一下我们让你照拿出来给你看比较清楚面白い面白いです本当に私たち一歩一歩成功して、でみんなの情報が封鎖閉鎖されて封鎖されてってても少しずつ進歩しております。これだったら台湾でニュースならなきゃおかしいですよね。そうねえだからこれを出すとね、はい、中華民国政府が大変ですよ。そう、ね、だから封鎖してるのよ、うんはい、これ写真撮ってもいいですか。いいですよ、はい、アメリカ want us use Taiwan original Taiwan ID Taiwan ID。 いやこれが入ってるからそうメイン、ね、アメリカがメイン、アメリカしないと思います。いや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 で勝手に作ったじゃなくて AIT からもらわないとこれがないです。軍事 USMG が AIT に送って、つまりこれを渡したということは、うん、アメリカ政府が、はい、台湾がまだアメリカの軍事占領下にあると認めたという認めたです。そういう意味ですね。ただ今ね結局は国際的なパワーバランスの中で中国を刺激したくないのよ一つの、うんうん、今東南サウスイーストサウスリー ACSC、あるいはイースト ACSC の問題がすごく大きいのよ。だから、まあ、戦争はまだ起こらないから少しずつ一歩一歩、一つは多分彼らが見えないというのは私個人的な見解ですけど、台湾人はどのぐらい参加してこれからどのぐらい発展していくかということを待ってるのね。で今はさっき言われた数千人だよ、少なくても数万人はおります。正式の数字はまだ出てないから私は何とも言えないけど、で多くの方から話ではもうぼつぼつどんどん入ってますけど、ただ台湾人というのは証拠が必要、これが出たら全然違ってきます、うん、まだ出してないけど、うん、もう1000人だから持ってると思うんですな。これ1000人だから毎月1000枚ずつ、毎月1000枚です、うん、もう1枚すみません、はい、こっち側の一般の公共建設に大賛成だと思います。今は普通台湾の方がですねアメリカに行く場合はビザがいるんでしょ。ビザいるいります。これだとビザはいらないんです。いらないです、うん、不是他他说你要到美国拿这个是不要的，他们在谈判的时候目标是主要的，我还没有谈成。USMG がアメリカ の, 国防省との話し合いがまだ完全に絶対いらないではない。あ、そうなんです。絶対いらないではないけど、ただ私たちもう一つ要求、これだと世界的にいかないからアメリカの USMG の管理下の要するに住民としてトラベルドキュメントが欲しいの、それが今要求している私たち、うん、あれ USMG とどういう、US ミリタリーガバメント、ああミリタリー、ああああそうかそうかそうか、ああなるほど。そうだからサンフランシスコトリーティーアーティクル 4B 4B はサンフランシスコ平和条約の 4B の中にこれを書いてあるの。ああ OK now same さっき刚才有跟大家 And Okinawa, they also issued the ID cards. Ah, なるほど。あ、そう、沖縄に出した ID と同じ同じなんだね。一歩一歩事実に向かってるね。なるほど、なるほど。ただアメリカはね、できればね、あなたたちは私たちは台湾を自分の国に所属はしたくないと。台湾はあくまで日本の所属ですから。で、今回日本に来るでもアメリカの意思もあるのよ。私たちもそう思うし、アメリカもあなたがそう思うなら私はそう思うから言ってください。日本人にやっぱりそういうことがあるということを再認識させて活動しなさいと。で今の活動のほとんどがアメリカの指導の下で動いてます。あ、うん、じゃあアメリカも裏で だから曖昧主義がずっとしてきたから今回は
それを結論出さなきゃいけないというのも、だからクリント議会が最近言ったのは、すべてのプレゼンスは中東じゃなくてアジアです。アジアが今後アメリカを整備していく中に、台湾は一つの大事なポイントです。それで裏でもうすでに4年、5年ぐらいは私たちと一緒にやっております。わかりました。どうぞ。台湾から出国して、例えば海外旅行までですね、台湾独自のパスポートってのは、だ今ね、台湾独自、台湾は国ではないから、それをパスポートを作ることはできません。で、台湾はあくまでも今、現時点において、アメリカ軍政府の占領下にあります。だからアメリカの占領下の住民として、アメリカが身分証明書を出してくれました。一方ずつにまだ1000枚しか来てないですけど、1000人のトップの上で先に来て、で次はまた1000人、毎月1000人ずつが増えていきます。あ、そうそう、関連質問になったと思うんですけど、例えばこういうそのネギをですね、この草の根運動みたいに、はい、例えばその日本でもその全国各地の支部を作ってですね、はい、日本の一般の民族たちも台湾というのは兄弟だと、はい、そういう、まあ、兄弟って言ったらちょっと言い過ぎかも分かりませんけど、その要するに、まあ、こういうふうにお話しててもほとんどこう私たちもその台湾の方に対して親近感以上なものを持ってやるので、そういう面からこうやっていくというのが、まあ、さっきも話したんですが、台湾民生用の活動というのは正式に3年前の、その5年前からスタートしながら正式活動が3年前、3年前の主な活動はやっぱり自分の国の中に先にスタートしなきゃいけない。日本は私たちは例えば大阪を中心して台湾建国の応援会とかいろんな会をやっております。しかし人が足りないから、で日本はどういうふうな方針で日本に来るか、私日本に住んでるですから、だからやっと今年の春で私たちは日本が兄弟、さっきも言った兄弟が同じ同胞であるというのを考えのもとに、今後は日本から少しずつ少しずつ行くための運動をしていく、まあ、ぜひご協力をお願いいたしたいと思います。私が住んでる町に理科系の大学が3個あるんですけど、例えばそういうところに台湾の方が留学されてるわけですよね。それでそういう方々が例えばその、まあ、なかなか難しい面があるかもわかりませんけど、日本人と一緒にその同室で、生活すると同じ部屋ですね。でそういうまあ、やや小さな枠かも分かりませんけど、そういうものでこうどん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 そのまず例えば関東地方で、それが広がったら東北とか中部とかいろいろあるんですけど、なんかそういうようなものをですねしていただくというか、これは我々も知らないと思うんですけど、なんかそういうもののその行為というかですね、まあ運動の一つだと思うんですけど、そういう地味なものをやっていかれて、そして、まあ、我々その台湾の方って分かってるわけですから、そういうものをこう、まあ、もうちょっと細かく言うと、市町村単位でね、そうするとみんなで応援しようじゃないかと。で例えば戦前の話を言いますと、全国中東お焼け大学があったんですね。で昔台湾の強い中学があったりして、で我々昔は同じ民族ですから応援したんですね。なんかそういうふうにね、こう将来的に持っていくようになっていけば、やっぱり1億2000万のパワーですからね、決して無視できないし、なんかそういうことをしていただけると
まあ、実はあのこういう草根の運動、はい、私たちはもうすでに、5、6年前からスタートしている。例えば一緒に日本人の座談会に対して台湾問題はどう解決する、台湾問題というのはどこに何脈がある、どういう問題かというのはもうすでに十何回をやってます。主に関西を中心ですけど、でそれの運動にちょっと私たちに対する批判的というのは、リートキトム会が私たちを否定しているから、もうリートキトム会体制の中中間に幸福が少しスタートして、でその座談会だけじゃなくて、あとは日大音楽交流とか文化交流とかいろいろやってますけど、今度は台湾民政府として取り組んでいきたいと思う。実は言うたら今日がスタートなんや。あ、そうですか。だからもう皆さんのご協力いただければ私たちもいろんな展開していきたいと思う。ただご理解いただいて、あの共に本当に台湾をもう一回日本に戻って、その後台湾と日本希望你要从那个草根运动，就是几个人也好，日本人跟台湾人一起做一个组织，那你们一步一步推广这个想法跟建国的运动，这是日本人提倡完。我说我们五六年前已经开始做了，都是在关西、大阪那边，关东地方都受到李登辉自由会的限制，我们都不能走出来。不过他现在说他这边也可以的话，我们可以拜托日本人跟我们一起来做这件事情。哦，所以他的提案也是我们一直想的。先生哦，あの提案的话，私たちずっと考えてたんです。でね、私はここで一つ問題があると思ったんですね。例えば今のアメリカ政府がですね、そのにミリタリーガバメントからシビルガバメントに権限を移譲したとしますね。でも一方でですね、台湾には現実にその選挙で選ばれた政府があるわけですね。でその選挙で選ばれた政府とアメリカ の, そのミリタリーガバメントから権限を移譲されたシビルガバメントの関係はどうなるんですか。だこれがね、結局アメリカの考え方の中にすごく矛盾と一番あのネックポイントがあるのよ。要するに中華民国をどう処理するか、アメリカが苦慮してる。だから中華民国を要するに大陸の統一 OK、 どうぞ統一、だから F はできてもアメリカノーと言わない、歓迎してる。だからある時点だったら中華民国はないですから、中国と統一させて台湾は台湾ということで、今アメリカは例えばあのずっと AIT というような文化協会だけですから、今度多分もともと今年の夏できる予定だけど、来年の春には AIT じゃなくてアメリカアンバシーが台北にできるのよ。2万坪の土地の中に一つの大使館できるというのは、世界的な各国 の, あの侵略していく中に EFNG というのはあるところと大使館があるところは全然格が違う。今度台湾はもう一度あの20年前のアメリカが入るというそういうキャパシティを作ってて、でそして、ね、あの海兵隊も入っていくし、で実際今台湾のあの中華民国国軍に対して車も戦車もその中華民国の国旗 の, あのロゴは入れたらいけない、最終的に2014年まで全部ゼロにしろと。実際今道で走ってる軍用車にはそのマークがなくなってる。そして2014年まで台湾の徴兵制をやめろ、徴兵、台湾の徴兵、徴兵制度はやめろと。だから徴兵ができなくて、あの軍としての示すのパワーも示さない、中に少しずつ中華民国を中国に押し込んでいく考えだと思います。だから今 の, あの 台湾で一番大きな飛行場、あの台中の一番新圏 CCK、 これもアメリカが占領してるんだ。そこのステルスもそこにあるんだ。
で、あと台湾はそれじゃなくて、カレンも一つ大きな空港があります。これもアメリカ占領して、そして台南、高雄の空港も、カギの空港も、今度全部アメリカ軍が占領します。だから一歩一歩ね、表面を言わない。絶対中華民国はこの情報は流さない。例えば端的に言えば、今年の 3.11 の東日本震災の時に、各国はこの関東地方から散らばったんでね、自分の国に帰って。アメリカの人はどこ行くかと。もうグアムに帰ればいいし、ハワイもいいという。フランスは韓国に行ったけど、アメリカは台湾に入りました。1200人、最初は900人、あと300人で。全部1200人の人が台湾に来ます。なぜそんなに。で、台湾に入ったらイミグレーションいらない。そのまま AID のメンバーが処理して入っていく。そこで示してるのは、台湾は私たちの管理下であるということだ。で、例えばね、11月の30日、日米海軍懇談会ありますね、横須賀で。で、それがすべての、例えば市川防衛大臣も、あと兵隊の大きなトップのメンバーと、あと第7艦隊と太平洋の司令官とか、いろんなトップのクラスと日本のクラスと、こういうの中に私たち TCG のメンバーを招待されて参加しました。そこで交流。You going to join the with the Navy? In Japan? In Japan. No, I think we're heading back on the 24th.We're going back on the 24th, and then we have the meeting in Taoyuan on the 31st. Yeah. Oh, we did this one. We were there on the November 30th. だから彼氏は今のリチャードさん、私都合悪いから4人ほど私たちの民政部の代表として参加しました。写真もいろんなネット上でも流しております。特に第7艦隊の教官、今名前忘れましたけど、そこでもう直接に今まで中華民国もこんなぐらいアメリカの艦隊の長官とこんなに広く交流はできなかった。アメリカは決心したみたいですね。これで日本は安くおつまの台湾民政府は台湾民政府更坚固的是坚固国际法、国際战争法、国际乱合约、跟美国宪法。台湾民政府がこういう立ち成立させたというのは、サンフランシスコ講和条約、そして国際法、そして戦争法、国際戦争法、あと万国公法と国際自然法、すべての法律に従って行っています。だから台湾民政府の前の名前だ。法理建国、法律に基づいて台湾を建国します。那么去年2010年，美国国务卿希拉里·克林顿讲得足清楚，国际事务爱根据国际法。だから去年の11月、ヒラリー・クリントンがはっきり言いました。すべての特に東南アジア含めて国際的な紛争があった場合に、すべて国際法に基づいて処理しなきゃいけないと。誰か、例えば中国がこれは私のもの、何万年はもう特に私のものと言いながら、これは法律の根拠ないものは世界的は、あるいは国際的は受けられない。それは今までと言ってたし、国際法。だから私たちは今行っているのは国際法に従って活動しております。台湾民政府的目标两句话，第一句话要求结束中华民国的王政权，第二句话要求让台湾成为真正的台湾。
台湾民政府の活動の一番二つの目標とは、一つはもう中華民国の亡命政府は一日も早く辞めさせること、台湾から出ること、二つ目は台湾は台湾は、まあ、地位見てよ、台湾は本当の主権国家になることができるように、このほか二つの大きな目標があります。Mr. Hatter, why did you join this activity? Good question. I started it. I started it because I was researching this back in 2001, 2002. So I had an article in the magazine published by Harvard University. And it was in the fall of 2004, and the article was about explaining Taiwan's position under the San Francisco Peace Treaty. People are ignoring all the different clauses in there. It's actually very clear in the San Francisco Peace Treaty. It's actually very clear what Taiwan's position is. But you have to understand these laws they have, like the Hague Conventions, the Geneva Conventions. You have to read within this framework in order to understand what the treaty says. But the treaty is very clear that Taiwan's to be treated in a similar fashion to Okinawa. Okinawa was raised to UN trusteeship, and Taiwan was not. So then it's sort of a quasi-trusteeship under United States military government, whereas Okinawa was a full UN trusteeship under United States military government, so it's very clear. And the ROC did not sign the treaty. They don't gain any rights from the treaty. So after the article was published in Harvard Asia Quarterly in fall 2004, then I met with Dr. Lin, who was also from Japan, and Dr. Roger Lin, and I was showing my research to him, and then he said, well, then we could cooperate on this. So we started researching all this together. So that's where it all started. ちょっとあの少し彼氏の答えがわからないと思います。今 NHK の林さんから質問ね。あなたなぜこの台湾民政府の中に参加したかということ。で彼氏は自分が研究の中に2004年の前には一つの論文を出して、それがハーバード大学から高い評価で、あなたはこの方法は正しいだと、それはサンフランシスコの講和条約を研究したことによって自分も、あ、台湾はこういうことある、台湾の将来こうあるということで、もう自信を持って、それを勉強しながら、そういういろんな法律の問題が分かって、例えばアメリカが沖縄を占領して、沖縄が日本にあの返したことっていうのは、やっぱりサンフランシスコの条約に従って行ったことである。そうならば台湾もこういうことでできるはずだと、そこで知り合ったの、あのロジャーリー林志森先生、他跟林志森刚好对这个问题有很好的检讨跟研究，然后他们说我们两个一起来做，二人でその彼氏の研究のものが林志森さんのものというのはもう合致したというのか、お互い共鳴し合って、林志森がじゃあ一緒にこの問題を取り組みましょうと、それが二人が一緒にあの2005年からスタートして、で5000スタート、分かったことはこれ法律なこういう状態ならばもうアメリカは訴えるしかない。だからそこでロジャー・リン and リチャード二人の名前でアメリカを訴えた、合計228人の名前で、ちょっと228事件をあの乗っ取ってあの裁判を起こしました。だから私は台湾民政府に参加して、私たちの最高顧問みたいなものです。我想请教一下哈，我是延世新闻记者吴一良，我的上帝名字叫李良亮。我在这里我想请问一下说，在这个地方呢，因为我
今天来了，我感触很大哦。因为我的祖先也在这里，很多的大伯、二伯都在这里，所以我感触非常的很有感触。啊，我是想要了解，在日方这个地方，有没有在每年在什么样的一个情况、什么样的一个时候，有没有做一个祭祖祖灵这样子的一个仪式？哦，这是第一个。啊，第二个呢？我不晓得日方这个地方对我们牺牲的这些我们的祖先哦，而后啊有没有什么特别的对那些后代在台湾的这些后代主人啊，有没有特别的一些行为或者是安慰，有没有这样子的一个计划哦？第三我们一个来，太长了，我也我看到好累了，我只有三件而已呢。彼氏が原住民の記者であると。で、原住民として私たちはいくつの問題を質問したいと。一つは日本が、まあ実は私たちのおばさん、二人のおばさんも日本に暮らしてるけど、日本っていうのはそういう自分の戦争に対するそういう祭りか、あるいは霊を慰めるそういう会があるかどうかっていう。まあそれ、那就是现在的我们的靖国神社，它有个集团，然后各个地方有各个地方的祭先祖的那个方式的那个礼仪，他们有在做。然后第二个问题是，第二个问题是，日方这个地方有没有对一些这些英灵啊哈的遗嘱啊后代，有没有做一些交代啊，或者是安慰这样子？日本有，日本は戦争の時に犠牲者たちの英霊の家族に対して保証を行っています。他们有对他们菩萨，比如说韩国、朝鲜等等的民族，他有，但只是没有对台湾人。好，那了解。最后一个哈，最后一个是，我是希望说，因为靖国神社这个地方啊，我们台湾原住民几乎一半以上都是台湾原住民在这里了，是不是日本这个地方可以有一个很正式的一个仪式，把这些我们的英灵祖先然后他的这些各族的这些英灵祖先的后代，有一个在一年当中很正式的请我们来这里来为我们的祖先啊。歌颂我们的祖灵歌，或者是用我们的方式来祭祖这样子。ここで日本人にお願いしたいと。太平洋戦争で私たちの原住民たちは多く日本国のために生きているので、その人たちの英霊をもう前にというかな、まずにあたって日本が特別の方法を、私たちを年に1回か2回許して、日本を我々は迎え入れて、ここでその霊を祀ることは、まあ、一つの行事として得られるんでしょうかって、これは私答えるものではない。これから活動していかなきゃいけない、あるいは交渉によって、这是不是我们可以解答的问题啊，这是日本方面的问题。所以我们说，我们以后我们这次来靖国神社，他们对我们印象非常好，非常欢迎，所以我们可以要求他们事后我们可以每年一次或是两次到这边来祭我们的英灵。我想台湾民政府应该有这种活动才好。今後台湾民政府はこういう英霊の祭り、参拝することをね、日本政府あるいは日本の関連の例えば靖国神社などなどに要求して、私たちの参拝を有する方法を作っていきたいと思います。台湾民政府として要求していきたい。いいですか。どうぞ。日本人の基礎ベースとしてですね、今回の東日本大震災で台湾の方々が360億を持ってきていただいてですね、
本当にこれは一市民としてこれを言わなきゃいけないと、ありがとうございます。それが一つと、はい、からもう一つ、今隣の方のご発言なんですけど、これ私仕事で本来こういう席で言う話じゃないんですけど、私も、来年の3月末で、靖国神社毎週土曜日参拝に来てるんで250回なんです。で今私の心の中では1000回拝むんですね。でその際に毎回来てる時に必ず台湾の方々のその戦死された方についても私はいつも言ってるんですよ。ですからそれをこの方に伝えていただきます。我现在要，我个人同时也代表日本的国民，对于311日本大震灾得到台湾人民的援助，至少有360多亿，这是非常大的一个金额。我们是在从心底感谢台湾人，谢谢你。然后第二个问题就是说，我本身差不多，我计划是。可能要1000次来这个靖国神社参拜，为了英年，我已经做过250次了。我想继续这样做，同时我的参拜不只是日本的英年，当然也高山祖的英年我也参拜。もっとすみませんね。先月11月だったと思うんですけど、台湾、ごめんなさい、靖国神社の入るところに「下城」って書いてあって、こっちがございますね、石畳のところに、そこでですね、タイ国大使館主催のですね、タイの、なんていうんですか、まあ、民芸品ももちろんそうですね、食事とか、教育とかって、そういう、その、催し物を2日間やったんで、私は2日間出席したんですけど、それを見ましたときにね、なんで台湾はここでやらないのか、それで、まあ、今日偶然にこういうお話をお聞きしたものですから、これも産業連運動とはちょっと飛躍してるかもわかりませんけど、そういうふうにして、先ほど姿勢で言われたように、関東地方であんまりその知られてないということであれば、靖国っていう名前がつくとマスコミは必ず載せますからね、その辺をうまくご利用されると、もっと一般の方々がですね、台湾ってやっぱり、日本と一つの兄弟なんだというような意識なんですね。こう少しずつね、はい、なんか私みたいにこういい市民であんまり大したこと言わないんですけど、そういうことがすごく必要じゃないかなという感じが今するんですよね。这位先生说，我11月份来靖国神社参拜的时候，在靖国神社的出口的地方，看到那个泰国，他们做那个手工品、无印品的那个贩卖，有一个很大的空啊。他们觉得这个是非常推广，他们泰国的文化，而且宣传泰国的存在的一个很好的机会。你们台湾人这一次为什么不做像他们一样的？这是一个很好的草根运动。从这边开始，你到普通的地方去的话，可能人家不接受。可是你做这个草根运动，譬如说高山族的东西，或者是台湾的文艺品。有关文化的东西拿到这里来，有一个靖国神社的旁边的话，可能那个媒体就会为你们报道，希望你们做这种事情，谢谢你，ありがとうございます。谢谢。对呀。石油、食料、その他のさまざまな資源を
自由している地域の海の道を通したりです、ね、そして日本に展開しているアメリカ軍も、接近詰めというか何て言いますか、南に展開できない、インド洋にも出れない、東南アジアにも出れないという状態になってしまうということを考えると、今、中華民国、という形で、存在している、亡命国家あるいは国家の本心みたいなものだと思うんですが、そういったものをいつかアメリカが作さない、その大きな流れの中として、台湾民政府が今アメリカの後押しのもとに出ています。でこれ自体はアメリカの後押しでくれても日本にとっても大きなアドバンテージですというふうに考えてよろしいでしょうか。台湾中华民国政府若是跟中华人民共和国变成一个统一的国家的话，对日本来看，台湾海峡到印度中东的这种西链海上的还是物质 的运输还有输入输出都受到很大的限制。所以他说觉得日本台湾要是变成中国的地方的话，日本人对日本人是非常非常大的损失。他希望这个事情不要发生，所以你们民政府，台湾民政府就是通过美国军事政府的援助，然后一步一步要把台湾建成一个自己的国家，这是对日本，同时也对美国的将来来看是非常有意义的。你们的目标是不是这样？是不是这样？当然，我们的台湾民政府，まさにその通りです。簡単に言えば。先ほど台湾関係の日本の長老一人でありました門脇先生から中華民国の選挙も心配ですねという話がありました。確かに中華民国自体が言ってしまえば認識されたというのも不法選挙している人たちの組織が民主化されたわけですから、言い方悪いですが、山賊盗賊の山賊盗賊海賊、こういったもののゾーンクレープが民主化されたわけだと、非常にきついことですから、当然のこととして、台湾民政府が否定すべき国家 の選挙に対して、ボイコットをすることがよろしいと思うんですが、実際にも政治的な流れから考えると、中華民国が、中華人民共和国を結んでしまうこと自体も我々は危ない考えとしてあるんですが、この具体の、実際の選挙 の活動について、ボイコットを呼びかけながらもう少しマシな人を選ぼうという形なのか、一切関わらない方がいいよと言っているのか、そこ のところに教えて非常に微妙な話で申し訳ございません。はい、あとでちょっと皆さんの意見を聞くけどね、はい、先ほど98歳的一个门协先生说他很关心台湾这一次的选举，要是民进党再次失败的话，就是台湾没有将来了，他可能要跳海去死了。他有讲这一句话，他说他讲这个对我来讲我觉得有一点奇怪。第一个，台湾在中华民国它是流亡政府，那流亡政府里面民进党跟台湾人民在选流亡政府，表示他们承认中华民国，然后以后可能就是承认中国，那是不是很危险的事情吗？可是台湾人，你们民政府反对选举，是不是真的你们要反对？可是事实上中华民国存在着，而且台湾人民也在选举，你们民政府的看法是什么？那有一つの問題というのは、私たちは選挙ボイコットを話している。
しかし私たちのボイコットを話せば声が大きくなればなるほど台湾人の反発が私たちにある。というのは洗脳された台湾人では全く中華民国の体制の中にしか考えがない。でそこで選挙ないならば台湾の将来ないじゃないですか。君らの民政府はもう本当にどこの馬の頭がわからない状態なのに、私たち台湾人なんで信用できるか。もうやっぱり選挙で解決すると。これが50年代の私もその中の一人として台湾の独立建国を取りました。しかしこの50年代の独立建国のそのアイディアというのは台湾人のアイデンティティを中心にして台湾人の自由と民主を獲得しようとして努力したけど、結局はあなた言うの山賊みたいなもんで、全くの表面的な自由だけで本当の自由がない。警察はあるいは裁判所は全部国民党にあって、あなたお金あれば生きること、裁判は言っている、お金なかったら死ぬという有名な言葉ありますけど、それと何か全て国民党がいろんな調整が捜査している中に、中華民国の憲法の中に民進党の選挙はナンセンス。ただ今回の選挙、私たちこんなに台湾人の抵抗が強ければ、私たちはどういう道を取るかと、私たちは一歩一歩進んでいる中に、今回の選挙を私たちは知りたいな。かつてみんな選挙は国民党が勝ってます。2004年と2008年はもうなんていうかな、本当に国民党の分裂によって私たちが得た相当な。で今回こんなに台湾人の意識ができた中に、この選挙を通じて見たいのよ。果たして台湾人どのぐらい団結できるか、これを見た上で私が次のステップはと方針が出てくると思う。我就是说这一次我们反对中华民国体制里面的总统选举，可是我们越反对的话，台湾人越歧视我们，攻击我们，说明我们不要爱国。台湾只有选举以后没有可以拯救的路程，所以我们反对。可是我们心中还有的，你去选举好。我们要知道一个问题，就是说这次的选举到底有多少人要选民进党，就是台湾人的团结力是在哪里？因为每次都是失败，两次成功都是因为国民党自己的分裂，这一次又是分裂了，所以我们也不晓得。你要看到没？陈水扁 didn't win because he had a good strategy. He won because the blue camp, the Mr. Solon and Mr. Lin divided the KMT vote. If they'd been together, you'd never hear any more about Mr. Chen Shui-bian. だから陳水扁さんが勝ったっていうのは、要するに先頭のあの総統のあの候補なんか3人います。2人は国民党。その2人が国民党の分裂によって陳水扁さん勝ったんです。しかしもし2人が分裂しなかったら絶対国民党勝つ。台湾人はそんなに選ぶあるいは考えるあるいは選挙に勝つというのはその何だストレージ戦略は全くほとんど持ってないと言っていいぐらいです。关于这个选举，我首先要强调，台湾人不是中国人，台湾人也不是中华民国人，在这个原则之下，你去选举，你是用什么去选举？是拿中华民国的护照、中华民国的身份证去登记，那这样就已经失去你做台湾人的基本精神跟基本立场。選挙を問題取り上げたときに、私は言いたいのは、台湾人は中国人でもない、中華民国人でもない。じゃあ台湾人は何を選挙するか。もしあなたが選挙する中華民国の
体制の中で選挙をするあなた自身が 中華民国人とみなすしかないじゃない。あなたは自分の台湾人の身分を否定しているではないでしょうか。まあこれは実際のね、あの66年間の統治の中で台湾人は自分が中国人でもある台湾人でもあるというのは、まあ、ご承知の通りだと思うのよ。そこから脱出できないからこういう状態になっていると思う。あの誰候補に中村翔子部官今度先に追加してお願いします。 So our view is Taiwan is not part of the ROC. That's our viewThat's the problem. A part of what? Taiwan is not part of the ROC. ROC, huh? Taiwan is not ROC. Taiwan is not ROC. Taiwan is 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 ROC. Why does the United States say that the position is undecided? The reason is because Taiwan is not part of any country. America, why did Taiwan look at Taiwan's position? That's why.台湾は法律にさっきどこにも所属してないから中国のものではない、中華民国のものでもない。一つ言いたいのは、今の台湾は、皆さんの台湾は日本の植民地だったと思いますか？ノー、ありがとう。だったら何ですか？じゃなくて、同じ仲間なんじゃない？そうじゃなくて法律的に言うと、なんで、うん、戦前まではみんなあの皆さん今でもね、台湾は日本の植民地だったって話してますよね、皆さん。私の会議はそういう人はいませんね。あのこの問題ね、私は実はね、あの NHK のコメンテーター、解析者の特にアジアに対して詳しい林さんにちょっと知ってたんだよ。台湾は日本の植民地ですか？日本が台湾を植民地したのは間違いないと思います。そう、それをね、最終的にはどうなんで、うん、最終的にも植民地だから、その、いや植民地ね、皆さんが言ってる1945年の4月15日をもって、はい、4月1日、あ、4月1日ですか、うんうん、で日本と完全に対等の日本になったんだという、で日本の本当に編入して、うん、1945年ね、戦争戦敗する前に4月1日天皇の詔書でもって台湾を日本の国土にするっていうつもりで明治憲法を実施させたんですよ、台湾全島に。だからその時になって今までの志願兵だった志願制度を徴兵制度に変えたわけっていうのはもう国土になったから、それで日本人、台湾人は全部改正名して、ね、日本人籍になって、そしてまた別個にまた参政権も与えたんですよ。まあ、朝鮮と同じなんだけど、当時も朝鮮もね、同じく参政権を与えてるでしょ。ただし、その元々の台湾の地位っていうのは違うっていうのは、日清戦争の時に、ね、日清戦争の時に、清国の皇帝が台湾を活用した。なぜ活用できるかっていうのは、植民地であったから活用できるんですよ。中国の植民地であったから。だったんですよ。国土じゃないの。満州は国土だった。だからその時まだ返したでしょ。それは法律的に領土っていうのは植民地は活用できるんであって、国土っていうのはもう自分の民族と同じように活用できないわけ、ね、だからその時に日清戦争の時に清国の皇帝が日本天皇に活用してあげる、ね、だからそんな場合は今ね、日本の天皇が台湾の所有権を握ってる、握ってるということ、ね、だからで放棄したのは日本政府が放棄したんであって、放棄したっていうのは管轄権だけ放棄してるんですよ、ね、管轄権と処分権と主張権、ね、それはっきり書いてるんで、それをみんなね間違って全てを放棄し、主権を放棄したんじゃなくて主権の権利を放棄しただけ、